日英交換後、横浜に向け公開中の竜田丸。米潜水艦、キングフィッシュが撮影。1942年10月14日、竜田丸は、日本郵船が保有していた、貨脚船。本船は、浅間丸、秩父丸と姉妹船。船名由来は、竜田大社で、いずれの船も神社名にちなんだ命名であった。 浅間丸型客船の一席として、三菱重工業長崎造船所で建造され、1930年に収益。姉妹船は揃って、北米航路に就航し、太平洋の女王と称された。タ田丸は、各州で運航されていた北米航路用の船であった。主な機構地は、香港、上海、神戸、横浜、ホノルルロサンゼルス及び、 サンフランシスコなど。なお、日本海軍は、浅間丸型3隻を有事において、航空母艦に改造することを想定していた。太平洋戦争における、タツタマルは、1942年1月に徴用され、平日輸送船や交換船として活動する。1943年2月8日夜、駆逐艦三雲に護衛され、横須賀からトラック白地へ進出中。 米潜水艦の雷撃により、三倉島東方海域で撃沈された。第一次世界大戦後経営危機に陥っていた東洋喫船から1926年、サンフランシスコ航路を継承した日本郵船は、同航路の旧型就航船刷新のため、浅間丸旧大型定期客船3隻を建造した。辰田丸は、その第3船である。 第一線の浅間丸と、第三線の竜田丸は、三菱造船長崎造船所で、第二線の秩父丸は、横浜選挙で建造された。造船所建造番号は、浅間丸が S450、竜田丸が S451 であった。竜田丸の総トン数16,955トン、全長178メートルで最大幅は22メートルで、 公開速力は19ノットであった。当時三菱長崎造船所は、スイスのスルザー社と技術提携しており、スルザー型ディーゼル機関搭載、創出力1万6000馬力の条件で、8ST90 型エンジン2機2軸と、それより小型の 8ST68、100型エンジン4機、4軸とが、比較検討されたが、主機室天井を高さが、 最大二層分低くできる校舎が採用された。なお、浅間丸では、スルザー社製エンジンを輸入搭載したが、タ田丸では、三菱長崎造船所製エンジンが搭載された。前述のように、日本海軍は有事において、浅間丸級三隻を空母に改造することを想定していた。その場合、浅間丸級三隻と、ミネフーガタクチ区間二隻で、 第5航空船隊を編成予定だった。海軍は低身省を通じて浅間丸型の設計に関与し、特に前後部の船倉口は航空機用エレベーターを兼ねている。また航空機や兵器の進化に合わせ空母改造時の設計図は毎年更新されていたという。だが、新田丸急火客船や柏原丸急火客船とは異なり、浅間丸級は 空母改造の検討対象であって、空母改造を前提とした構造ではなかった。最終的に、本級3隻が空母に改造されることはなかった。本級用に開発されていた偽装は、日田丸急火客船、大高型航空母艦3隻の空母改装時に流用された。竜田丸は1927年12月3日に寄港。 1929年4月12日に浸水。1930年3月15日に竣航。同年4月25日に横浜からサンフランシスコに向けて処女公開を行った。1941年7月23日、サンフランシスコ沖に到着したが、同日アメリカ政府に伝達された日本軍の南部仏印進中と、 それに対する7月26日のアメリカ政府による在米日本資産の凍結通告に関連して両国政府観光省による船体積み荷の没収回避の保証取り付けまで入港を遅らさざるを得ず7月30日ようやく入港となった先客下船と上げ荷を済ませ日本人に引き上げ客を乗せ8月4日出港し8月18日に横浜へ帰着した 8月4日、日本政府は北米線の前線に帰港命令を出した。この関係で元船は十分な準備を行わずに出港したため、アメリカから横浜に向かう船内で食中毒が起き、125人が発症し9人が死亡する惨事となった。同船の乗客だった二階堂進むが中毒者の看護に奔走した。当時、 作家の宮本ゆり子がこのニュースについて、竜田丸の中毒事件というエッセイを、家庭新聞に発表している。当時、日本政府は、英、米、乱三国政府と交渉し、アメリカ、英領インド、東南アジア方面の在留法人引き上げのため、竜田丸を含めか客船10隻を投入した。折しも、日本海軍の連合艦隊は、 真珠湾攻撃に特殊先行艇、公表敵を投入する計画を立案しており、軍令部の有泉龍之介中佐は、出撃隊員を辰田丸に乗せて、真珠湾の事前偵察を行う意向を示した。松尾義隆中尉と、神田明少尉の軍人2名が、辰田丸船員の立場で乗船した。10月15日、辰田丸は608名の乗客。 主として、アメリカ人引き上げ客を乗せ、横浜を出港する。10月23日、ホノルル入港。翌24日出港し、10月30日に、サンフランシスコに入港した。郵便物の荷上げを断られるなど、アメリカ側の態度は一層降下していたという。860名の日本人引き上げ客を乗せ直ちに、出港し、11月14日に、 横浜へ帰着した。この次のタ田丸タの航海は、11月24日に横浜を出発し、12月7日前後にロサンゼルスへ入港する予定だった。だが、この時点で、日本政府、日本陸軍、日本海軍は12月8日の海戦を決定して、準備を進めており、日米海戦とともにタ田丸タがロサンゼルスで打捕されるのは確実であった。 大本営海軍部は海戦日を取得するために、竜田丸を、あえて出航させることにする。ただし11月24日出発ではなく12月2日に出発を遅らせ、さらに海軍省は、木村昌平竜田丸船長に、12月8日0時に開封するようにとの箱を渡した。12月2日午後1時、竜田丸は、南米の観光団、英米の外交官、 在日商会員、日系人の母国観光団などを乗せて、横浜を出港する。タツタマルの出港は、アメリカのマスコミも大きく報道し、例えば、ニューヨークタイムズは12月3日不記事で、日本が、しばらくの間、何も行動を起こさない証拠と論述した。ロサンゼルスを経由して、パナマのバルボアへ向かう予定航路であったが、体験コースの北、太平洋上で、 日付変更線を越えた2度目の12月7日、海戦の法を受けて引き返し、12月15日に横浜に寄港した。上述のように、この航海は、南雲機動部隊による12月8日の新珠湾攻撃をカムフラージュするための航海であった。1942年1月14日付で海軍に徴用され、横須賀鎮守布石となる。 1>, 1月27日より行動を開始する。本船は、メレイヨン島、南洋諸島、ボルネオ、フィリピン方面の兵員輸送に従事した。1942年6月上旬のミッドウェイ海戦で、日本海軍は主力空母4隻を喪失。6月30日付海軍大臣決裁の空母、増産計画で再び、浅間丸級の空母改造案が浮上する。 この場合は、浅間丸級固有のディーゼル機関を、駆逐艦用のタービン機関に換装する予定だった。だが、いつしか、立ち消えになってしまった。福井市雄によれば、鎌倉丸型各艦は大鷹型の空母改造が、終了次第、築次空母に改造する予定であったという。同時期の竜田丸は、日英外交艦交換線運行に投入されることになった。 同年7月30日、454名の、先客を乗せ、横浜を出港する。途中帰港の上海で324名、サイゴンで146名、シンガポールで4名を乗せ、計928名で当時中立国であった、ポルトガル領東アフリカの交換地、ロレンソ・マルケスに8月27日到着した。ここで、日本人外交官。 民間人877名、タイ人42名の、計919名を乗せ9月2日、出港、途中シンガポールで、日本人571名とタイ人42名、下船し、外務省関係者6名が乗船した。9月27日、辰田丸は、横浜に帰着した。同年10月24日より、船舶運営開始要戦となったが、 11月7日に再度徴用された。12月よりフィリピンやシンガポールなど東南アジア方面への輸送任務に従事した。1943年2月8日午後4時、タツタマルは兵員物資輸送任務のため、護衛の駆逐艦3軍と共に横須賀を出発、トラック島に向かった。 悪天候で公開中の同日22時15分、三倉島東方約7 0トルの地点で、アメリカの潜水艦ターポンの魚雷攻撃を受ける。夜間に加え現場の海域は、強風下であったが、ターポンはレーダーで竜田丸を探知して、魚雷を発射した。爆発音2回を確認した、駆逐艦3雲は、竜田丸に接近する。と発信号を送ったが、 タツタマルからの応答はなかった。タツタマルは22時37分に沈没し、乗組員198名、乗船員1283名全員が死亡した。三軍は爆雷当社を行いつつ、2月9日、天命を待って、捜索活動を開始した。また、横須賀守府所属官邸も、沈没海域に急行して、捜索を実施するが、 海面に重油が広がるのみで、竜田丸の手がかりを得ることはできなかったという。竜田丸沈没の報告を受けた、高松宮信人親王は、以下の所見を述べている。横沈作131号1、本日2220、三雲護衛中の竜田丸三宅島の112度45にて来撃を受け、け沈没。23、余白書込み。 5重交代の練習生卒業生当選3 0 0名状、捨ていた。惜しみても、あまりリアリ。高松宮信人親王昭和18年2月9日。晴れ、高松宮日記第5巻593ページ2月20日、立田たまる乗船中の軍属1名の遺体が、収容された。ありがとうございます。